エンマ大王に会いました。俺地獄で毎日裁判やってます。現世からこっちの地獄に来るやつが本当多すぎる。ちゃんと巡ればちゃんとご利益があって地獄来なくて済むようになるから、俺の仕事も減るから。ホクホクハロー YouTube 鉄道 YouTuber の山田です。今日は兵庫県宝塚市にある阪急中山観音駅前にやってきました。今日の目的地なんですけれども、ここから 1,2 分歩いたところにある中山寺というお寺に行きたいと思います。あんま有名じゃないかもしれませんが、あの豊臣秀吉、なかなか衣に恵まれなかったあの豊臣秀吉がここ中山寺で安産祈願をしたところ、無事豊臣秀頼を産んだというふうにも言われている、まあ、重要なお寺ということなんで、早速参りたいと思います。冒頭のオープニングから、10秒だけ歩いてきましたが、こんな感じで着きました。長い道のりでした。大本山中山寺と書いてあります。早速中入っていきましょう。これが入り口の門、三門です。なかなか大きくて立派な門です。くぐっていきたいと思います。早速三門の前に仁王がいました。仁王の前にこんな感じでわらじです。ちっちゃいわらじみたいなのがたくさんこう奉納されている、まあ、一般の方が奉納されているんですけれども、このわらじ、ここ仁王の隣にありますが、このわらじ、仁王とわらじってのは結構関わりがあってですね、いろんなお寺でこう仁王の近くにこうわらじを置くというまあ例があります。まあ、これは仁王が履いているわらじってそういうふうな意味で、まあ、力強いこんなでかい足持ってるんだぞってそういう意味を言うしてるらしいんですけれども、まあ、それにあやかってこんな感じで仁王像の近くにこんなわらじがいっぱい奉納されているということなんですね。で、個人名書かれてるのは、まあ、拡大はできないんですけど、皆さんの願いを見てみると、例えば足の痛みとかそういうのを和らげますようにみたいな、そういうことが書いてあります。やっぱり足腰にご利益があるというか、足腰の病気とかを治すってそういう意味があるらしいですね。さあ中入っていきましょう。さあということで、境内に入ってきました。こんな感じで広い道の奥に五重の塔がある、素晴らしい景色が広がってます。どんどん進んでいきましょう。まあ、先ほど少し言いましたが、このお寺っていうのは安産とか子育てとかそういう子供関係のご利益があるというふうに言われています。で、その理由なんですけれども、豊臣秀吉がですね、まあ、子供ができずに悩んでいたらしいです。いたんですけれども、で、このお寺にお参りをしたんですね。子供くださいって言って。で、そしたら豊臣秀吉の側室の淀君が秀頼、豊臣秀頼を無事産んだということで、以来この秀吉とか秀頼からの信仰が厚くなりましたみたいな、そういう話があるんですけど、まあ、そういうことで子育てとかにご利益があるというふうに言われております。さあ皆さん、正直中山寺ってそんなに知らない方も多いと思うんですよ。なぜ僕がそんな知名度高くないところを紹介したいかってことを説明していきますね。実はこの中山寺っていうのは西国三十三所っていうものの一つに並べられているんです。で、西国三十三所って何かっていうと、まあ、この関西の、まあ、大阪とか京都とか奈良とか、この関西近郊の、まあ、観音菩薩を祀っているようなお寺を33個選んで、で、それをまあ巡りましょうと。巡るとご利益ありますよっていう昔からのそういう言い伝えみたいなのがあるんですね。で、この中山寺っていうのはその33個のお寺の中の一つに並べられているということなんです。で、その西国33所なんて聞いたことねえよって思われた方いるかもしれませんが、まあ、皆さんが知ってるところで言うと、清水寺、京都の修学旅行でおなじみの清水寺なんですけども、あの清水寺もこの西国33所の一つなんです。そういう意味では意外と身近だったりします。で、この中山寺っていうのが西国33所の歴史を語る上でかなり重要なお寺だと。この中山寺には実は古墳が境内にあるんですね。で、その古墳が西国33所の歴史と深くつながっているということです。これを言っても分からないと思うんで、早速その古墳に向かっていきたいと思います。さあということで、ちょっと歩いて古墳に着きました。まあ、こんな感じで周り石に囲われて道があると、そんな古墳があるんですね。これ境内にあるんですよ。面白いですね。境内にあるんです。こんな感じで周り、例えばここに建物ありますが、こうポツンとこう古墳があるんですね。どんな古墳かっていうと、まあ、看板こんな感じで書いてあるんですが、まあ、ピックアップすると中山寺古墳って名前ですってことと、ここら辺、建造年代は6世紀後半頃と考えられているっていうふうに書いてあります。まあ、大体6世紀後半ぐらいに作られた古墳なんですが、これが西国33所とどういうつながりがあるのでしょうか。ちょっと中を見ていきましょう。さあこんな感じで大きな岩の奥に、おっと急にひんやりしてきましたが、その奥にですね、こんな感じで、棺があります。石でできた棺、まあ、古墳でよく見るやつかもしれませんが、こういうのがバーンと置かれているということですね。実はこの石の棺、これが西国三十三所とつながりがあるんです。どういうことか。
実はですね、西国三十三所ってどういうふうな形で始まったのってことなんですけれども、登場人物は徳道上人という僧侶です。でこの徳道上人っていうのは奈良時代に奈良県の長谷寺ってお寺があるんですが、その長谷寺っていうお寺で、修行していた僧侶です。でこの人はですね、だんだんと年を重ねていって、いずれ死にましたと。で死んだんですが、そしたら、死後の世界で閻魔大王に会いました。で閻魔大王に会って何言われるのかなって思ったら、閻魔大王にこう言われました。俺地獄で毎日裁判やってますと。裁判やってるんだけど、本当に最近ね、現世からこっちの地獄に来るやつが本当多すぎると、けしからんっていうふうに怒られてますね。なんでこんな多いんだと、現世であいつら何、こいつら何をしてるんだと、ちゃんと修行とか功徳とか積んでんのかっていうふうに怒られてますね。だから徳道上人、お前に命ずると、はい、ここに33個のハンコがあると。このハンコ、はい、どうぞと。でそのハンコを現世の33個のお寺に配れと。で配って、それを西国三十三所って名前にって呼んで、で人々に対してその西国三十三のそのお寺を巡れっていうふうに言えと。でちゃんと巡れば、ちゃんと御利益があって地獄来なくて済むようになるから、そうしたら俺の仕事も減るからということで、そういうことをちゃんとやってくれと言ってくれっていうふうに頼まれたんですね。でところが商人は、ああそうですか、分かりましたと。でも俺もう死んでるんですけど大丈夫ですかというふうに言われて、で閻魔大王、分かった、じゃあお前は生き返らせてやるよということで、ファンということで徳道上人が生き返りましたと。で徳道上人が、手元にハンコ33個持ってるわけですよね。じゃあこれを33個の観音霊場に配るかみたいな感じで、自分で場所を選んで、じゃあこことこことこことみたいな感じでバーッと配るわけですよ。で配り終わってキャンペーンをしますよね。皆さんと、西国三十三所っていうのが始まりましたと。でこれやるとちゃんとご利益あって地獄行かなくて済むから、皆さんやってくださいねみたいな感じでキャンペーンをすると。ただ人々全然回ってくれないです。なんかめんどくさいのか、信用できないのかよくわかりませんが、理由は、いいや、そんなもんめんどくせえやみたいな感じで、こう人々が全然巡ってくれなかったんですね。で徳道上人はかなりショックを受けます。これちょっと全然回ってくんないなと。なんでだろうなと。なんだろう。まあちょっと時期が早いんだなと。時が来ればちゃんと人気になるけど、ちょっと今はまだ早いんだと。ちょっと木が熟するのを待とうということで、配っていたハンコ一回でも回収するんです。回収して、ちょっとどっかにこのハンコをしまっておこうと。で、しまっておいて、200年か300年か知らないけども、また後世の人がちゃんとそのハンコをまたこう配布して、で、ちゃんとキャンペーンやってくれるから、その時までちょっとこのハンコをどっかに大事に保管しておこうっていうふうに思ったんですね。で、どこがいいかなってこうキョロキョロ見回していたら、で、その時にどこにしまおうかってことで選ばれたのが、この棺なんです。これなんです。このもう手にもうすぐ手が届くようなところにあるんですけど、この棺が選ばれて、この棺の中にボンとハンコをしまっていましたと。そういう話が伝わってるんですね。でちなみになんですけど、その後大体200何十年経った後に、火山法王っていう、平安時代中期の法王なんですけどがいて、その火山法王っていうのが、あ、そういえば徳道上人がなんかハンコ隠したって言ってたなと。でなんか西国三十三所って昔あったなと。あれハンコどこにあるんだっけってことで、ここから、あ、ここにハンコあるじゃんということで、ここから探し出して、でまた33個のところに配布して、でちゃんとキャンペーンをやりましたと。皆さんぜひ回ってくださいみたいな感じでちゃんとキャンペーンした結果、じゃあやってみますかみたいな感じで、今回はちゃんと広まりましたと。で現在に至ってるみたいな、そういう話があるんです。でその火山法王の話はどうでもいいんですけれども、大事なのはその徳道上人、もちろん伝説ですけれども、西国三十三所を始めたって言われてる、僧侶がハンコを隠したのが、この中山寺の古墳にあるこの棺なんですね。だそれがこの中山寺が重要であると僕は考えている理由なんです。なかなか面白いですね。そういう話をしたかったわけです。だからこの中山寺っていうのは、西国三十三所の歴史を語る上ではかなり重要なお寺っていうふうに僕は考えている。そんなことになるわけです。僕がこのお寺で一番言いたかったことは以上なんですが、他の建物を見ていきましょう。まずはちょっと逆光で申し訳ありませんが、これが本堂ですね。メインとなる建物です。こんな感じで壁に極彩色で絵が描かれていて、なかなか綺麗なお堂ですが、実はこのお堂っていうのは豊臣秀頼が作ったものと言われております。ここに看板があるんですけれども、こんな感じですね。ここです。現在の本堂は1603年に豊臣秀頼公が、父君秀吉公の冥福と自分の誕生の法恩のため、再建したっていうふうに書かれております。さっき言いましたが、その秀吉っていうのは安産のためにここにお願いに来たと。で無事秀頼を産んだっていう話がありましたが、それにちなんでってことでしょう。秀頼が無事生まれることできました、俺とありがとうということで建物を建てたというふうな話伝わっているわけですね。で次に皆さんに紹介したいのが、本堂の近くにあるこの五重の塔。これは最近再建されたものなんですが、何が珍しいかっていうと、ちょっと皆さんこれ
画像からわかるかもしれませんが青いんですよ、この塔って。まあ、青っぽいなって思ったかもしれませんが、これはあの iPhone なんか補正とかのせいじゃなくて青いんです。ちょっと近くで見ていきましょう。さあ、五重の塔の近くにやってきました。こんな感じです、やっぱ青いですねやっぱ青いですということで、これ本当に青いんですよ。まあこの木の部分がですね、こうやって見えるでしょうか、青く塗られているということで青く見えます。青く塗られている五重塔って僕これ以外ちょっと知らないので、かなり珍しいんじゃないかと思います。でなぜ青く塗られているかってことは、ホームページ見たところによると、なんかこの五重塔が青龍と関係があるかららしいです。まあここに額みたいのが書いてあって、青龍って書いてあるの見えるでしょうか。中国の詩人っていうのがありまして、朱雀が南で、白虎が西で、玄武が北で、青龍が東っていう、なんか方角を守る伝説の獣みたいなのがいるんですけど、そのうちの、東を守る青龍をなんかかたどってるらしいです。っていうことなんで、まあ、青龍の青にちなんで青く塗られてるっていうの話でホームページに書いてありました。面白いですねと。さあということで中山寺まとめに入っていきますが、最後にお見せしたいのはこの中山寺からの景色です。向こうの方に広がっているのが宝塚市街です。まあ、先ほど冒頭であの宝塚市に来てるって言いましたが、宝塚はあの辺りにあります。まあ、ちなみになんですけれども、もっとどうでもいいですけど、実は僕これから宝塚のあの歌劇を見に行きます。あの全く僕詳しくないです。詳しくない。初めて行くんですけど、なんか暇だなということで、なんか面白いんじゃないかなっていうことで、あれこれいろいろググってたら、宝塚っていうのはそういえばあるなと。なんかちょっと全く詳しくないけど、ちょっと見てみるかみたいな感じで、B 席なんですね。今安い席なんですけど、B 席を取ってですね、今日これから見ていきたいと思います。とても楽しみです。さあ、ということで、中山寺の動画はこれで以上です。まあ、まとめると、中山寺っていうのは西国33所の一つの寺ということで、その西国33所の歴史を語る上では結構重要なお寺と。その理由については、西国33所を始めたと言われている徳道上人という上人が、ここ中山寺にある古墳の中の棺に33個のハンコ、33個の法印というのを収めたと。そしてその法印というのも後世になって、まあ、天皇、ある天皇がそこからハンコを出して、で西国33所というのを再興して今に至るということで、この中山寺は重要だと、そんな話をしてきました。皆さんもぜひこの中山寺に行ってみてください。ということで今日の動画は以上です。もしこの動画が良いと思った方はグッドマークあるいはチャンネル登録をぜひともよろしくお願いいたします。それでは皆さん、さようなら。